皆さんこんこにちは今日はですね、えー、タンクの中に水があってそれが流れてるとこの流れる穴の大きさが、えー、この面積 S の K 分の1と、えー、つまりこの比率が K ですねで K は1よりも非常に大きいとこの差が大きいと仮定しますそれは金止、えー、を出すのに 有効になります、ね、で高さが最初 L であったとこれが全部流れ出すにはどのぐらい時間がかかるかということですね。でこれはトリチェリの原理っていうのを使いますがトリチェリの原理っていうのは、えー、ベルヌイの、えー、特殊なケースであってつまり重力によって 液体が流れる時にベルヌーイを使うとそれがトリチェリの原理になるということですね。えー、この図でですね、ここに図がありますが、ここを P1 のプレッシャー、大気ですね。ここも P1 ですね。だから、これを P2 としても、これは P1、P2 どっちも大気ですから、 この式で、えー、ベルヌーイを書くと V1 の2乗ですねこれが V ですねプラス GL とが2分の、えー、P2 の2分の1 b の2乗 V2 の2乗プラス0ですねだからこれが消えてでここでですね B1、えー、は非常に遅いですねどういうことかっていうと、えー、SB1 が、えー、S2B2 で,で S2 というのはこの K 分の 1S1 ですねということで この B はほぼゼロであるとみなしますね。もう禁止しないと計算が積分になって複雑になります。だからこれをゼロとすると B2 の2乗は 2GL と簡単になっちゃいますね。A、だから b 2は 2GL と。 その水の量ですねこれはトータルの量は、えー、S1L ですねこれを V2 で割るとこれが時間になるということですね VT で割ると、えー、これは S1L の 2gl bt です s 2, v 2ですす s v ねこの流れる量だから S2 ということでこれは K で L の 2G とこうなりますねこれがかかる時間だとでこの近字は非常に、えー、この穴が小さいということで、えー 全体的なこの流れから見てですねこれはほぼいつもゼロに近い数字だからこれで計算しても積分してもそんな大して、えー、誤差が出ないということでこれでいいということですね。いいですかということです。